今回見せてもらってますのが、サイター&ビンゲルマンというね、非常に珍しいピアノですね。はい、ドイツ製のね、ピアノになりますけどね。蓋のところにメーカー名が書いてますけども、こんなところにも、ね、ラベルがね、貼ってありますね。はい。おそらく70年、80年は経ってるだろうという、ピアノですので、先ほどね、ちょっとチューナーを当ててみましたら、30セント、40セント、中にはね、キーによっては、ドを鳴らしたら C の高い目の音が出るみたいなね、50セント以上の狂いが出てるとこもありますので、このピアノをですね、正規のピッチまで引っ張り上げるとなると、これね、弦が80キロから90キロぐらいで引っ張ってますので、それがね、240本ほどありますのでね、20トンぐらいの力になるんですね。なので、最初、ラの音をね、オンサーとかチューナーで合わせて、その音を基準にこう順番に合わせていくんですけど、他の弦をこう合わせているうちに、やっぱりこう引っ張られて鉄骨もしなりますし、後ろの響板もね、こうグッと押されてくるので、最初合わせた音がね、どんどん狂ってくるというふうな状態になりますので、その狂ってくるのを見越して、ちょっと高い目にね、ギュッと引っ張っといて、他の弦を合わせているうちに、だんだんといい位置に落ち着いてくるみたいな、見越し調律っていうのをね、最初バッとやって、で、もう一回精密に調律するというふうなね、まあ、2回でも落ち着かないかもわかんないですけどね、そういう調律をしないといけないんですけども、おそらくもう弦のね、ちょっと錆も出てますしね、チューニングピンもだいぶ錆びてますし、そういう調律をするとかなり弦に負担をかけますので、もう、おそらく弦はね、何本か消えちゃうんじゃないかなというふうなことが予想できますね。まあ、切れたところだけ貼り替えるということもまあ可能なんですけども、やっぱりね、新しい弦はね、すごく狂いやすいですので、今でしたらね、全体的に狂ってるという状況ですので、一応ドレミはそうなるんですけど、一つの音だけが極端に狂うとね、ちょっとその音だけ濁ってしまって、とてももう弾けたもんじゃないみたいな感じになってしまいますのでね、もうこのピアノをちょっと弾ける状態にしようと思うと、やはりね、弦交換っていうのは必須になってくるかなっていうふうな状態ですね。で、ハンマーの先端もね、もうかなり引いてはるので、もうぺっちゃんこになってますしね、ハンマーの交換もこれは必要かなと思いますね。あ、これハンマーが戻ってこないですね。これはハンマースティックって言いましてね、ハンマーのこう動く関節の部分には細いピンがね、通ってるんですけど、その周りのフェルトがおそらくもうそれも硬くなってたりね、湿気とかそういうので、硬くなって、ピンを締め付けてるというふうな状態なんじゃないかなと思いますね。まあこれはちょっと湿気含むと多分もう戻ってこなくて音が出ないということはあるんかなと思いますね。こう戻りが遅いとかね、いうのが何機もありますね。一つね、鍵盤を外してまして、このね、鍵盤の下のこの赤いとこですね。これ鍵盤ブッシングクロスって言うんですけど、これちょっとね、鍵盤の横揺れがね、すごく、あ、これなんか、ことこと言いますけどね、激しいところがね、何箇所かありますので、これはもう、年代的にももうこの鍵盤ブッシングクロスはね、交換しておいた方がいいのかなと思いますね。これもう弦交換をするとなると、一旦工房に運ばせてもらったりしますので、こういうふうにね、調律の時にこう鍵盤だけ持ち帰って交換とかいうのもできるんですけども、もうこのピアノの場合は工房にピアノごとある間に張り替えてしまう方が、この鍵盤のブッシングクロス張り替えについては、とかね、まあ、他のもうちょっと部品変えないといけないんですけど、交換については安くできますので、もう一度にやってしまった方がいいのかなと思いますね。あとこのブライドルテープもね、もう革がバリッとね言っちゃって、これ整備するときにこれを外さないといけないんですけども、ちょっと怖くて触れないぐらいのね状態になっておりますのでね、このブライドルテープの交換も必要かなと思いますね。あとこの辺のね、キャッチャーって言いましてね、こうハンマーが跳ね返ってきたらここでこうキャッチするんですけど、これはね鹿革が貼られてるようですので、まあこっちと比べたら多少はね減ってるんですけどね、真ん中の方まだ
かえって今の合皮のキャッチャースキンに変えるよりはしばらくこのままでいった方が持ちはいいんじゃないかなと思ったりしておりますね。このキャッチャースキンはこのままいきましょうかね。はい、ですのでこれは弦交換をするときにハンマー交換と、鍵盤ブッシングクロスの交換とプライドルテープの交換、この辺は知ってしまった方がいいのかなという感じがしますね。あと鍵盤の小口がねこういうふうに剥がれてしまってましてね、一つ落ちておりますしね、ちょっと反りもねこれ出てるみたいですね。これね色が違うのはね、こっちがアクリルでこっちがセルロイドの時代ですので、これもねこアクリルの小口にね変えてしまった方がいいのかなという感じがしますね。はい、そんな感じになっております。あと外装の方もねすごく豪華ですのでね、外装の方もね磨くだけにするのか、古い塗装を剥がしてね全塗装してしまうのかとかね、その辺もちょっと見ていきたいと思いますので、外装の方も取り付けてみたいと思います。はい、外装の方を取り付けてみました。こういうね彫刻とかも入ってましてねすごく豪華ですよね。この角窓もねいいですし、ちょっとねこう段差がねついてて、こう面取りみたいなのもねしてますのでね、ほんと細かい作りになってますね昔のピアノはね。はい、こういうとこもねちゃんとこういうふうに溝が切ってありますしね、こう足の方も流れるようなねデザインで、下の方もねこういうふうに窓がねついておりますね。はい、まあだいぶねこう曇りというかねそういうのはありますのでね。あ、でそうそう、これはね穴埋めてますけど、おそらくここにね燭台といってね、こうろうそくをねこう立てる台がねついてたん違うかなと思いますね。いやちょっとうちもねこれドイツからね仕入れた燭台がね一組多分在庫残ってると思いますのでね、もしこのピアノを、オーバーホールさせていただくんでしたらね、それをちょっと取り付ける場合のお見積もりもねちょっとさせてもらってもいいのかなと思いますよね。これパッとこう燭台がついてるのがねパッとあるとすごく雰囲気が出ていいんじゃないかなと思いますね。はい、こういう綴りを出しますね、書きますね、サイター&ヴィンケルマン、ヴィンゲルマンって書いてるとこもありますけどね。はい、ね、これまあ私としたらせっかくなんでねこんな傷とかそういうのも全部古い塗装をね剥がしてしまって、最近これ多分ツヤのあるタイプやったと思うんですけどね、最近流行ってるのはねちょっと茶色のツヤ消しの木目とかねいうのがね流行っておりますので、ね、あそちらのあんな感じのね、がいいんじゃないかなと思ったりねしておりますね。はい、本当に素晴らしいですね、豪華ですね。ちょっとね何パターンかいろいろとね、お見積もり考えさせていただこうと思いますのでね、見積もりの方も頑張らせていただこうと思います。